説第3党男塾四天王羅刹男爵 D の対虎丸龍二と第1党第2党の勝利を受けて一気に勝負を決すべく、だが次に登場した羅刹はその指であらゆるものを砕く狂気透視機派の使い手だった。伊達は苦戦したが、虎丸が己の体を張ってその危機を救った。虎丸は牛体。怒りに燃えた伊達は羅刹を葬り去った。お、万事丸、千空、羅刹。